シェフズレシピのコーナーです。週替わりで4人のシェフがお役立ちレシピを紹介しています。今週はこの方、ソーセージ博士の食べる好きマイケルさんです。お手軽料理が得意なんですよ。さあマイケルさん、今日は何を作りますか？今日はマイケル、お月にうさぎでアップルポーク&キノコソテーです。はい、今回も長いですね。長い。お月にうさぎでアップルポーク&キノコソテー、あー、ゆで卵の、そうそうそう、あれはお月様かな、満月ですね。リンゴのうさぎも見えますし、キノコはすすきをイメージしているということです。いいですね。では材料見ていきましょう。2人分で掲載しています。豚肉しゃぶしゃぶ用 200g、 リンゴ1個、キノコ、しめじ、舞茸、エリンギ合わせて 100g、 ゆで卵1個、ベビーリーフ適量です。そして塩コショウ適量、蜂蜜、味噌適量ですが、1対1の割合でご用意ください。さあまずは何からでしょうか？ね、適量適量適量です、ね、よく見ててくださいはい、まずアップルですからリンゴですね。リンゴ、8等分ですかね。そうで、これからも美味しいリンゴまたさらに出てきますし ね、ぜひ皆さんそれを使って何とかね、はい、頑張りましょう。美味しいリンゴ、はい。でこれからお肉ですね。おリンゴさ、こう巻くお肉は、はい、焼く時間そんなに長くないので、うん、できるだけ、ね、薄く切って、今回は豚のしゃぶ用、しゃぶしゃぶ用の肉、今日は用意してます。そうです。あと秋の季節のキノコですね。キノコですね、いろいろキノコ、はい、何が入ってますでしょうか？しめじ、舞茸、エリンギ、はい、あとあとまあ、えのき、えのき、はい、そうですね、はい、私も勉強になりました。そうです、ご用意ください。そうです。でとりあえず、はい、最初はこのリンゴに肉を巻きます、はい、巻き巻き、一緒にやるすか？あ、いいですか？はい、じゃあどんぞ。こうやって果物とお肉一緒に食べるのっていいですよね。なんかね、新しいでしょ、ね、これ実際ヨーロッパだとも結構そういう料理があるんですけど、そうなんですね。生ハムメロンとかそういうイメージですけども、そうリンゴは初めてですね。そう、上品な話もしましたねなんかいいお店行ってますよね。ワイン飲みたくなる。それでこうペラペラチック、ね、はいはい、なってるところはシュッとこうして、これ下にこう置けば特別に止めなくてもうまくいきます。ペラペラチとこう端っこですね。そう私もこれをこうキュッとして、はい、ですね、見えなくしました。完璧ですね。完璧です。簡単です。お時間の関係でこれで終わりにしましょうかね、はい、もう事前にね巻いておいたものがございますので、いいですね。じゃあそうすればつまりはもう、そう、もう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 やっちゃう、はい、もう焼いちゃいます、はい、もう今日牛肉じゃない、今日牛肉じゃないんだけどね、豚肉ですね。いきます。じゃあ乗せますね。はい、絶好調ですね、マイケルさん今日も。いやいや、もう いつもね、酒井さんのおかげでね絶好調で、これでまず置いて、でお忘れずにね、キノコも、そう、すすきをイメージしてるんですよね。はい、イメ、おっとっと、全部入れました、ボンとボンとすいません。それで実はここ、はい、超大事なポイントですね。はいはい、ここポイント、そう、ここかな、この味付け、はい、味付け、今日は特別に蜂蜜&味噌、これ半々にして、これが味付けとなりますよね。蜂蜜と味噌、1対1の割合で、人生甘くするために蜂蜜ね、はい、私も人生甘い方がいいと思ってますので、そう、たまにはなでもお味噌が入ってね、そう、お味噌が入って、混ぜるだけなんですね。そう混ぜるだけですね、はい、こんな感じで、これもう出来上がりですね。あっという間に混ぜられましたね。いや、で今度これをここに、まだですね、まだですか、そう、ひっくり返せねばね。そうそうですね、どれくらい焼けてるかな。そう、火通ったらもう OK ですので、はい、ちょんどいえ、ちょんどいですね。あ、わー、焼けてますね。ちょんどい、そう、焼けてまして、はい、そんでこれでひっくり返してから、はい、もうちょっと皆さん、もうちょっとちゃんと焼いててねご家庭ではもう少しねそう、もうさっとな、はい、で、これをこうちょんちょんちょっと、これをこうきれいにこう味付けをします。もうフライパンに焼いてる時に
そうそうそう、もう時間なくて時間なくてですね、時間です。そうです、そうですね、はい、でそれでここもちょっとこうやって、であとこれからは蒸します。カバーつけて蒸します。とりあえずこの逆側がちゃんと火を取ればあと出来上がるんです。これからだいたい 2,3 分ですね、もうあれですかね、目安としてお肉に火が通れば 2,3 分ぐらいですね。 2,3 分ぐらいですので、 2,3 分がないために油かだぶら、こんな感じですね。わーおー、いいでしょ。お味噌のいい香りしますね。いい香りで最後に塩、少しあのきのこさん、塩&胡椒ですね、はい、こちら適量となっております。適量お好みで適量ですね、はい、はい、出来上がりです。出来上がりですね。盛り付けの際にはね、皮のついたうさぎちゃんリンゴも添えるととても可愛いですからね。そうですよね。はい、こちら焼き上がりましたら完成となります。詳しい作り方そして材料は番組ホームページに掲載しています。また後ほど公式 YouTube チャンネルにも動画が上がります。ゆっくりご覧ください。今週はお月見うさぎでアップルポーク&キノコソテー作りました。来週は渡辺恵美さんとかぼちゃのおやつパイ作ります。以上シェフズレシピのコーナーでした。うさぎつなげる広がるわっ